皆さんこんにちは。 FIFA ワールドカップカタール大会が開催されていますが、日本代表は死のグループと言われた。ドイツ代表、スペイン代表、コスタリカ代表と同組のグループ E を首位通過を果たしました。優勝経験があるドイツ代表とスペイン代表には2戦とも逆転勝利という快挙を成し遂げました。迎えた決勝トーナメント1回戦、国際連盟 FIFA ランキング24位の日本は同12位のクロアチアとアルジャヌーブ競技場で対戦しました。1対1のまま延長120分でも勝負がつかず PK 戦に突入します。惜しくも PK 戦に1対3で敗れて史上初の8強入りは叶いませんでした。そんなサッカー日本代表でしたが、今回は日本代表ベテランディフェンダーの長友選手に注目していきたいと思います。元サッカー日本代表ミッドフィルダー石川直宏氏、 FC 東京クラブコミュニケーターが自身の公式ツイッターを更新されました。 FC 東京に在籍しており、日本代表ディフェンダーでもある長友佑都選手が現役引退を検討しているとの報道に触れ、俺は認めないぞとツイートしています。ではこちらの話題について触れていきたいと思います。その前に長友佑都選手の経歴や生い立ちをおさらいしていきましょう。まずは簡単なプロフィールからご紹介していきます。名前、長友佑都。生年月日、1986年9月12日36歳。出身地、愛媛県東予市。現西条市。身長、体重170cm、68kg。 在籍チーム FC 東京。主なポジション、サイドバック。長友佑都選手は地元西条市内の公立校、西条市立三好小学校に通われていました。小学1年生の時にサッカーを始めており、きっかけについて、一番女の子にモテるスポーツだと思い始めてみましたと語っています。中学校は地元西条市内の公立校、西条市立北中学校に進学し、そこでサッカー部に在籍していました。長友佑都選手は小学6年生の時に愛媛 FC の育成チームの入団試験に落ちており、仕方なくこのサッカー部に入部しています。また当時サッカー部はかなり荒れており、長友佑都選手は周りに流されて髪の毛を金髪にして練習をサボり、ゲームセンターに入り浸っていたそうです。長友佑都選手は一人の監督との出会いに救われており、その監督は長友佑都選手をゲームセンターまで追いかけて、夜に自宅を訪ねて泣きながら説得をしてくれたそうです。長友佑都選手にとってその監督は最初は煙たかったそうですが、次第に心を開くようになりました。中学3年生の時に公式戦を終えた後、監督は駅伝チームを結成しており、これがきっかけとなり今の長友佑都選手の持ち味であるスタミナが養われたそうです。長友佑都選手は愛媛県西条市の出身ですが、越境入学で東福岡高校に進学しています。この辺りの経緯については、高校は全国制覇を成し遂げるため福岡県の東福岡高校に親元を離れ進学しました。県外の高校で寮に入り生活することで自立性などが身につきましたが、それ以上に親の大切さや感謝の気持ちを感じられた3年間でしたとインタビューで語っておられました。中学時代にお世話になった監督には絶対にビッグになると伝えて東福岡高校に入学をしました。高校2年生の時にレギュラーのボランチになりましたが、選抜大会などのメンバーには選ばれず、高校時代は全国的には無名の選手でした。そのため高校時代は J リーグなどから声がかからず、大学に進学してサッカーを続ける道を選んでいます。ただし高校時代のサッカー部のチームメイトは当時から長友佑都選手はかなりの努力家でストイックにサッカーに取り組んでいたことを明らかにしています。当時は誰よりも早い朝5時にグランドに来て自主練を始めていたそうです。このような努力もあり大学時代に才能が開花しています。明治大学に進学し、大学1、2年生の時は椎間板ヘルニアや怪我などで試合に出場できないことが多かったのですが、大学2年生あたりでミッドフィルダーからサイドバックに転向したことで
才能を開花しています。そのため大学4年生だった2008年に FC 東京と契約しプロデビューを果たした長友佑都選手、同年5月には日本代表に招集されてキリンカップで代表デビューを果たしました。2010年の南アフリカワールドカップでの活躍が評価され、同年7月にイタリアセリエ A の AC チェゼーナに移籍し、2011年1月に同じセリエ A の名門クラブインテルミラノに移籍しました。チームでは当初から主力選手として活躍し、2017年にはインテル通算200試合を達成します。日本代表としても長らく活躍しており、2017年11月のブラジルとの親善試合で史上7人目となる国際 A マッチ100試合出場を達成すると、私生活では2017年1月に女優の平愛梨さんと結婚し、2018年2月に長男が誕生しました。現在36歳の長友佑都選手はカタールワールドカップで全4試合にスタメン出場しました。ピッチ上のパフォーマンスはもちろん、ピッチ外では髪色をイメチェンするなど話題を提供し、盛り上げ役として抜群の存在感を発揮しました。自身4度目のワールドカップでベスト8入りはかなわず、試合後にはやってきたことに悔いはなく胸を張って帰りたいと悔しさをかみしめつつ、今後の代表活動については今は考えられない、ゆっくりこのワールドカップだけを考えてやってきたので先のことはゆっくり考えたいと語りました。その後一部スポーツ市場で引退を検討していることが報じられた中、現役時代に FC 東京で活躍し長友佑都選手とも共闘した元サッカー日本代表ミッドフィルダー石川直宏氏がツイッターを更新しました。長友佑都選手の引退報道に関する記事を引用する形で、引退検討、いやいや俺は直接聞いてないから信じないと訴えました。 FC 東京でのプロ入り後、欧州でキャリアを積み、昨年9月に古巣へ復帰した長友佑都選手です。クラブにとっては悲願のリーグタイトルへの重要人物としても捉えられるだけに、約束したよな東京でシャーレ掲げるって、佑都俺は認めないぞと撤回を促すように綴ると、ファンからも、なおさん佑都さん引き止めて、認めたくないですとの声が寄せられていました。長友佑都選手は J リーグのクラブから海外クラブまで国をまたぎ、数々のクラブでプレーしてきました。長友佑都選手のサッカーキャリアを追ってきたファンにとっては引退の2文字は受け入れがたいところもあるのではないでしょうか。もう少しだけでも長友佑都さんの情熱あるプレー姿を見たいファンは多いはずではないでしょうか。今回は長友佑都選手についてお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。